え、このまま嗅いだ方がなんかスイカっぽい感じがします。みるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆきです。いやもうね、すっかり夏です。夏、イエーイ夏でね、夏僕基本的に好きなんですけども、さらにこの夏の気分を盛り上げようかなと思って、あるグッズを買ってきました。じゃーん。これね、あのまずこっち、はい、何ですか？スイカの香り線香。お線香。お線香です。やっぱ日本の夏って言ったら線香じゃないですか。何無言になってる。何今点点点。今の点点点。蚊取り線香かなみたいな。蚊取り線香は蚊取り線香も蚊取り線香ですが、まあお盆とかでさ、ほら、ね、そうですね。確かに確かに。お墓参りとかしたりするじゃない。線香の匂いを嗅ぐと僕は、あ、夏をこうイメージするんですよ。ああ、そうなんですね。そうそう。で、しかもこれね、うん、スイカ。スイカ。スイカもやっぱ夏ですよね。夏ですね。夏を代表するフルーツ、うん。そのスイカの香りがする線香ということで、これはまさしく夏じゃないかということで。ですね。で、スイカの香りの線香ってさ、聞いたことないでしょ。ない。ないです。全然ないです。嗅いだことないでしょ、匂い。うん、意味がわからないですね。すっごい楽しい。食べられませんって書いてあります。食べられません。ちょっと食べたくない。それはそう。食べてます？いや、一応あの香りからいきたいと思います。スイカの名産地、山形県尾花沢スイカを丸ごと絞った贅沢パウダー配合。そうなんですね。尾花沢のスイカは有名です。あ、そうなんだ。はい。スイカの名産地、山形県がスイカの名産地っていうのも知らなかった。あ、本当ですか。山形いっぱい取れるんですよ。有名なんだ、おばな。あと茨城とかも結構取れますよ。メロンとかスイカは有名。そこのスイカ、うん、からできた線香ですよ。あー、いいですね。嗅いでみましょう。はい。であとね、もう一つはね、これね、はい、めでたや遊びということで、自由に選んで組み合わせができますと。これはなんか飾りみたいな感じですね。あ、ちょっとなんかこう紙でできた。そうそうそう。優しい感じですね。日本の風景、かわいらしい。縁側みたいな。うんうんうん、いいですね。スイカと蚊取り線香。え、蚊取り線香どこですか？お、下にあるのがそうなんですね。あー、本当だ。あ、ちゃんと火もついてて、うん、あ、すごいかわいい。リアルですね。そう。いい、かわいい。これなんかね、これあのロフトの文房具屋さんコーナーとか、はい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 、もうこれのね、いろんなシリーズが売ってて、この他にもいろんななんかミニチュアのやつがあるんだけど、うんうん、これね、すごい日本の夏っていうテーマ。おー、日本の夏と。はい、日本の夏。これちょっと、これを組み立てながらですよ、ね、この線香をちょっと炊けばすごいもう日本の夏を満喫できるんじゃないかということで、ちょっとこれをやってみようと思います。はい、やってみましょう。みるみるランド。紙ですね。紙ですか？丈夫な紙で作られる。あとは一個一個こういうふうにこれをもう組み立てて、うんうん、ただ遊ぶというだけです。まあでもね、お家の中になんかそういうのが飾ってあったりとか、あとお店屋さんの入り口入ってあったところに飾ってあったりとかすると、なんかすごい情緒が出ていいですね。何て言うんだっけ、これ。うちわ？あ、それすだれ？すだれ、すだれ、うちわ。今日閉じてますけど、やっぱりすだれあると日差しが全然軽減されますよね、うん、そして蚊取り線香。蚊取り線香、蚊取り線香かわいいな。そしてスイカ。スイカと、なんだろう、これあれかな、手ぬぐい。手ぬぐい。手ぬぐいとスイカ2つ。全部紙でできてるんだね。かわいい、ミニチュアですね。これを、まあ、並べて、これはどっかにかけるんだね。かけますね。壁。なんだろう。まあ、こんな感じっすよ。そうですね。夏だねって言って、ここをなんか誰かスネオくんとか誰か乗せてみますか。あ、いいですね。なんだっけ、クマ。クマさんとか。クマの学校の家、うん、家ごとそこに飾ってみようか。ではね、このクマの学校、今洋風なんですけど、はい、この家を和風にしていきましょう。和風に変えちゃいます。衣替えします。
しようという感じなので、いいですね、このくまちゃん、なんかこういう衣替えもできるっていうのは、違うものと組み合わせられるところがいいなって思いました。木のベンチが来るとすごいパフェっぽくなりますね。うん、すだれ、うん、ではこのまま使います。そして内側を乗っけてあげて、蚊取り線香は下に置いてあげます。蚊取り線香大活躍です。そしてお子さん1匹といいですね、こっちにもうわーって感じがします。うわーって感じします、ね、和室になりました。はい、じゃーん、あ、足が抜けた、ただいまー、あー、スイカだー、やったやったみたいな。はい、食べてください。よいしょ、もこもこ、もこもこ、全く見えないけどね、今手で隠れてあ、そうか、すいません。どうすればいいの、こういうこと、じゃあ分かった、これでもぐ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 、はい、じゃあこっちも行きます。はい、もぐもぐ、見えないな、それ無理、ちょっとダブル難しいですね。はい、また暑いねみたいな、あおいでみようか、パサ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 、うずうずしい、あこんな感じで遊べます。みるみるランド、はい、じゃあスイカの線香もつけてみましょうか。はい、スイカの線香、あ、これ煙がなんか多いとか普通とかいろんなほとんどないとかある中で普通ランクらしいです。うん、あ、見てください見てください、いいですか、オープン、はい、こんな感じなんですが、赤いですね、赤いですね、結構赤いというか紫、ワイン色っぽいね、あ、そうですね、ゴールドっぽい感じですかね。あ、でもこの先っちょが黒い、うん、え、先っちょ黒いの、黒い、ほら、え、あ、緑だ、緑じゃん、あ、なるほどね、スイカ、本当にスイカになってるのね、こういうこと、ほら、見えますか、ここ、かわいい、はいはいはい、こっちがスイカの皮ってことですね。おー、すごい、え、ちょっとこのまま、どうですか今、あ、でもいい匂いします、する、あ、ちょっとスイカっぽいかも、なんかね、甘い香りがしますね。お線香ってなんかあんまり甘いイメージないと思うんですけど、甘い香りがします、しません、あ、ほんとだね、なんかちょっと甘い香りがします。はい、はい、え、皮から、身から、どっちからつけるのが正しいんだろうね、まあどっちもあってとは思いますけど、よくわかんない、どうなんだろう、どっちからつけてみますか、うん、まずは身からつけてもよろしいでしょうか、はい、お線香の香りだえ、このまま嗅いだ方がなんかスイカっぽい感じがします。ちょっとゆきさんも、うん、なんか今んとこ線香のすごい、お線香の香りなんです、普通の線香の香りだね、うん、お線香じゃないですか、スイカは、スイカはこの時はすごいするけど、うん、燃えてる時はそこまでじゃないか、ちょっとこんな感じで、うん、なんかちょっと不思議な感じのお線香みたいな感じですかね、匂いとしては、うん、でもそんな嫌な匂いじゃないですし、でもかといってスイカかって言われるとちょっとクエスチョンマークな感じです。で、
こっち今度緑の皮の方をつけていきます。面白い。こっちの方が、緑の方が気持ちいい。する？気持ちお線香さが強い気がする。甘くない感じがします。うんどっちもうん。やっぱ赤い方が正解なんじゃない？ね、赤い方がなんか甘い香りがする気がする。こっちが緑からで、こっちが赤い方ですね。うん、夏っぽくなってきましたか？なりました。だいぶ夏っぽいです。もう、ね、特にスイカの香りはこの状態が一番スイカ感が感じられますそうだね、うん、でもそこは楽しいと思います。なんかこうその田舎とかに行ってこうお参りする時もちょっとなんか面白いじゃないですか、うん、スイカだよみたいな、うん、ご先祖様にももうちょっとスイカどうぞみたいな気分で、ね、うん、できるし、すごい可愛らしいし、普通にお線香としてもいい。やっぱ若干スイカっぽい香りはなんとなくしますね。はい、うん、ほのかに、ほのかにね、はい、ほのかにスイカ香る感じです。ということで、こちらのくまちゃんのお家も夏バージョンになり、このスイカのお顔、おこ、おこも炊いて夏を満喫しております。ということで、どうやって閉めますか？もう今は閉めてよかったけど、じゃあ私閉めちゃっていいんですか？ゆきさん入るのではい、ではこのスイカの香りのするお線香とか、こういうちょっと夏のものをお家に飾ってあげるだけで夏の楽しみが増えると思うので、みんなもよかったらやってみてください。じゃ、またねー。